あんまりできなかった人もいると思いますからね、あのたくさんのことが見れて勉強になったなと思います。ね、今日の5時までやってるそうですから、もしね、あの紹介してくれたら地域のね、先生たちの方を見てください。新潟の富山。